よし。はい。どうも皆さん、こんばんは。カズマックスです。今日のサブチャンネルはですね、ちょっとね、迷ってるって話なんですよね。以前僕、メインチャンネルで、料理動画を、まあ、当分あげないよっていうね、サブチャンネルで、まあ、語った動画出しましたけども、あれからね、考えてんだよね。どうしようかなと思って。まあ、あの動画で、あのサブチャンネルの動画で話したのは、僕は、まあ、仕事で今調理師をやらせてもらってるわけだから、で、いろいろ学ばせてもらってる、状態だから、で、この今未熟な状態で、まあ、職場でね、こう手に入れた技術とかを、そのまま動画に出すっていうのはちょっと違うんじゃないかっていう、ことで、まあ、調理師を辞めてから、まあ、完全にカズマックスという個人になってから、まあ、その中のスキルとして出していくのはありなんじゃないかって言ってね、まあ、料理動画作って、とりあえず作らないっていうね、話を、したとは思うんだけどね。ちょっとね、あれから考えてんだよね。いや、ちょっとたまにね、でも料理動画作りたいなって、ふっと思う時があんだよね。うん。だから、考えてるんですよ。とりあえず、僕、今、自分でもう、なんかまかないでさ、チャレンジしてるもんとかいろいろあんのよ。てか自分でオリジナルで全く、仕事と関係なく自分で調べて、とりあえず調理場だけ借りさせてもらって作ってみんなに食べてもらうみたいな状態で作ってるまかないが結構多いので、で結構簡単なもんとかもね、やっぱまかないとかだからさ、多分みんなを作りやすいんじゃないかなと思っていて、ちょっとこれ紹介したいなっていうの結構あるんだよね。普通に簡単なパスタとか、グラタンとかさ、あとリゾットとか、本当に簡単なもんです。だ簡単なもんでできるならね、ちょこちょこ出していくっていうのも全然できるし、どうしようかなと思ってますよ。どう思います？一度言ったことは曲げずに行くべきか、まあでも僕は不誠実だなって感じていたのはやっぱり料理、その職場のものをそのまま出す、学んだものを出すとかいうことだから、完全にもうなんか今のやってるものだったら、まあ、正直ありなんじゃないかなってちょっとね揺らぎ始めてんだよね。どうしようかなと思って、でしばらくなんだろう、結局調理もさ、転職したいしたい言ってるけど、なかなか次が見つかないんですよね。一回見つかりかけた時もあったんだけど、結局ちょっともうダメだったり、結局その求人が なかったりしたんで、とりあえずね、今、見通しはつかないので、ちょっと料理やりたいなーと思いつつ、考えてるんですよ。はい。というわけで、まあ、もし、ご意見とかあったら、もしあったらでいいんで、Twitter でもコメント欄でも何でもいいんで、ちょっともしよかったら、ちょっと聞かせてください。はい。料理動画、どうだろうな。やっぱ女性層に、需要あんのかな。チャンネルをね、とりあえず別で立ち上げるっていうつもりないんですよ。もう、カズマックスの料理シリーズみたいなのも、ある程度、ね、いくつか作ったし、1年とか2年とか前。まあ、とりあえずあれの続きで、シリーズもんで、やっていけたらな、なんて思っては、ちょっとしたものをね。まあ、もし、やることになったら、また、正式に言います。はい。というわけで、今日のカズマックスのコーヒーチャンネル。ごめんなさい、ちょっと、なんだろう、心の中トロするみたいな感じでしたけども。ちょっと多分自分の中で整理したかったんだろうなと思います。心のな気持ちをね。はい。というわけでありがとうございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。